ったから。めっちゃ穏やかだな、なんか今までで一番ぐらいの周り可愛いの来たよ。はい、おはようございます。リオリズルタイムズでございますね。2月の22日ですね。猫の日かな、というところでございます。今日はですね、マダイを狙うんですけども、いつものコマセじゃなくて、このちょっと平場っていうやつで狙ってみようと思いますね。で、向こうの2人はですね、テンヤっていうエビで左右するっていう文字通りの釣り方で狙うと思います。まあ、どっちが釣るかわからないですけども、とりあえずなんか1匹釣りたいですね、久しぶりにマダイを。わー、綺麗。よろしくお願いします。さあ、行け。当たりはないね。あ、来てる。そうね。おお、ちょいちょいちょい。タイっぽいけど。おはようございます。オッケー。安心。マジで安心。オッケー。さあ、やりました。かわいい。塩焼きだね。めっちゃ久しぶりよ、俺。なんか。あれぐらいでめっちゃうろたえてたんだけどさ、でかいの来たらあげれんね。めっちゃ動揺したよ俺。あげてください。失礼します。ね、来たね。ぴったり40落ちる。おい、タイっぽい。おいしそう。おいしそう。でもおお。
ということで帰ってきましたということで、今日は財さんが久しぶりに釣れました。ちょうど30センチくらいですけど、もう僕にとってはですね、久しぶりの自分で釣ったマダイなので、まあシンプルに一番美味しい塩焼きをして今日は食べようと思います。タイラバよりも天然の可能性があるのかなと思いつつ、なぜタイラバをやるかというと、僕は本当は一番手軽に釣りたいからです。今穴があるのでここから釣れます。うわっ、あ、行くましょう、やべ、ということで、まあ、第3を焼きたいと思います。10分ぐらいかな、美味しくなりますように。10分ぐらいですかね、10分、余熱もあるから10分でしょうか。23分、12分ですかね。よし、待ちます。はい、ということで塩焼きができたみたいです。ちょうどありました。オープン。わー、おー、いい感じですね。じゃあこちら盛り付けて食べたいと思います。ちょっと火が強かったかな。
ということでですね、完成しましたというところなんですけども、実はこれはGoPro でたまにある音声が入ってない現象が起きていて、今ナレーションを入れておりますということで、まあマダイですね、うまそうだな見ても。で、マダイの塩焼きと、あとタチウオですね、ちょっと作ってみましたというところで、まあタチウオ炙りですね。あー、マダイ美味しそうだなこれ。まあ30センチぐらいですけど、十分な、一人分には十分なもので、ふわふわですね。塩加減とかどうでしょうかね。うまそうだな、自分で見てうまそうだな。うん、あー美味しそう、噛みしめてます。多分この日ね、1匹しか釣れなかったけど、もう1匹釣れれば万々歳だっていうところで、なんかもう感謝を、ありがたみを感じてるところですかね。大根おろし飲みましたというところで、何するんだ、なんかいろいろ喋ってますけども全然覚えてないなこの時の。うん、まあシンプルに塩焼きでもね美味しいので、あ、ちょっとこっからだ。釣り方ですね、平らばなんですけども、こういった鉛の玉にですね、まあ、下にあるののスカートと、あとはその中に針が隠れてるんですけども、これを使ってゆっくりゆっくりこう巻いてですね、上にこう下から上にこう巻いてこうくるときに、下からタイがちょっとずつ噛みついてきて、最後針の上にガブっていう、ガブっていうような説明をしてるんじゃないかと思います。で、まあ、タイラバいろいろあって、このスカートの種類とか変えてですね、楽しむことができるので、お手軽な釣り方なのでやってみてはと思いますね。まあ、ただシンプルに巻くだけなので、まあ、簡単じゃないかなと思います。女性でも子供でもできる釣り方ですね。というところで、最後も締めにかかってるのかな、一匹釣れてよかったですねっていう。大きいのが、あ、そうだ、春にですね、まだ大きいのが来るので、これからまだですね、平場乗ろうかなと思ってるっていうところを今喋ってますかね。というところですかね。いろいろ喋ってるの、結構長く喋ってんだな俺って。というところで、あー飲みますね、釣れたんで。まあ結構なごちそうですからね、お酒は進みますけども、最近ちょっと500ミリ飲んでですね、350でも十分酔っ払うんですけども、ちょっとなんか飲み足りないなと思うので、最近500の本麒麟を飲んでますね。本麒麟が一番美味しいんですよ今。これでいただきます。あー美味しそう。うん、あー美味しそうだな飲みたくなってきた。ありがとうございました。はい、頑張ってください、頑張ってください、頑張りますですね。あ、そうだ、何言うんだ、あ、そうだな、多分、あ、そうだ、今年中にですね、まずチャンネル登録1000人いきたいと思ってるので、これからもですね頑張っていくので、ちょっと応援してくださいみたいなことを多分言ってると思われます。投げな、投げな、え、補正な、散らかってんな部屋、左側寝巻きが転がってるし。いや、ありがとうございました。一発目一気にございますね。新しく出たエギですね、エギオ K のスケスケキャンディーと萌え萌えグリーンですね。ちょっとこのエギを使ってみようかなと。わお、最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもゆるく楽しく嬉しくおテーマに頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしております。